こんにちは。和光堂の栄養士で増田と言います。今日はこの新しくなったマムミルクを使ったとっても簡単なレシピをご紹介したいと思います。妊娠中のママにも母乳をあげているママにもとてもね、いい栄養をフォローできるミルクになっていますので、ぜひですね、飲むだけではなくてアレンジレシピにも挑戦して毎日取ってほしいなと思っています。日本料理ではね、とても有名なしゃぶしゃぶのアレンジメニューをご紹介したいと思います。まずはですね、豚肉 100g を茹でていきたいと思います。できればですね、このように少しね、薄めのお肉がしゃぶしゃぶには適していますけれども、皆さん好きなお肉を使っていただいて大丈夫です。はい、お湯が沸いてきたらこのようにですね、入れていきます。きちんとね、火が通ったことを確認してから、湯から豚肉を揚げるようにしてください。ではですね、完全に火が通った豚肉をこのように、お湯から開けていただいて、食べやすい大きさに切っていきます。食べやすい大きさに切りましたら、このようにですね、お皿に、盛り付けてください。ではこれからですね、しゃぶしゃぶのお肉にかけるソースを作っていきたいと思います。まずは大さじ3杯のプレーンのヨーグルトを使います。次にこの新しくなったマムミルクを2さじ入れていきます。これをですね、かき混ぜるだけで簡単なしゃぶしゃぶのヨーグルトソースが出来上がります。マムミルクがですね、ほんのりミルクの甘さがありますので、できるだけヨーグルトは無糖のものを使ってください。このぐらいですね、滑らかになったら出来上がりになります。先ほどお皿に盛り付けをした豚肉に先ほど作ったヨーグルトソースをかけていきます。はい、これで出来上がりになります。ヨーグルトの酸味がとてもね、口の中を爽やかにしますので、ぜひですね、ちょっとつわりで食べにくいなっていう時にもとてもね、食べやすいメニューになってるかと思います。あとはね、ちょっと彩りに緑色のブロッコリーだとかトマトを飾り付けてもとてもね、食欲が増すと思います。とても簡単なメニューですので、ぜひ皆さんも試しに作ってみてください。